横浜市ウェブ講座振替受付サービスを申し込みにおける注意事項についてご説明いたします。個人の納税義務者で個人名義の口座を利用される場合のみご利用いただけます。また納税通知書が複数枚ある場合は納税通知書ごとにお手続きください。口座振替手続き完了後、横浜市市税の口座振替納税に関するお知らせが郵送されます。領収書は送付いたしませんので、口座振替の結果は通帳記帳等によりご確認ください。また振替日の前日までに税額相当金額のご入金をお願いします。残高不足等で振替できなかった場合、再振替は行いません。この場合は振替日以降に届く納付書でご納付ください。固定資産税、土地、家屋は相続などで所有者や共有者が変更になると所有者コードが変わります。この場合、口座振替を継続するためには再申し込みが必要です。登録済みの金融機関や支店、口座番号、口座名義人等を変更する場合は再度申し込みが必要です。横浜市ウェブ口座振替受付サービスについての説明は以上で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。横浜市ウェブ口座振替受付サービスについて他に2つの動画がございます。他2つの動画については動画の説明欄にリンクを掲載していますので、そちらからご確認ください。